やはりカノンの肉体は死んでいるのでは。私たちと同じように。そしてその魂だけが何かの力を受けて復活したのでは。いや違う、やはりカノンはもともと死んではいなかったのだ。そうだ、カノンはこの掃除球に迷宮を作り出したと言っていた。ということは、私たちが今見たものは全てイリュージョン。分かったぞ、今カノンがどこにいるのか。己カノン、どこまでもこのサガの真似をしでかすつもりか。だが、そんな真似事などこのサガの前ではいつまでも通用せん。お前がどこにいようとも必ずや一撃をくれてやるぞ。掃除球を抜けた。神よ、今のは一体何だったのだ。まるで同じところをぐるぐると走り回っているようで、いつまで経ってもこの掃除球から抜け出せなかったが。うん、確かにかつて噂に聞いたことのあるジェミニの迷宮に迷い込んだようだったな。しかしその幻影が消え失せて、こうして掃除球の外へ出られたということは。サガ、片付けたのか、この掃除球を守っていた謎の男を。いや、単に一撃を加えてこの状況をかわしただけだ。あいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれた。まさか、まさか夢にも思わなかった。だが、お前が本当にアキラのことを捨て去り、純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ。カナン。無人の球である巨海球から立ち上るこのコスモは一体何なのだ。いや、コスモというよりまるで四季。そうだ、まるでここが冥界の入り口のような感じを受けるとは。まさか。何、あれは世の月平坂。巨海球の中はまさしく死の国への入り口、世の月平坂に変わっているとは。俺たちに死の国へ舞い戻れというのか。バカな、誰かが作り上げた幻影に決まっている。確かに、しかしここまでのイリュージョンも作り出せる男とは一体何者が作り出したかは知らんが、この世もつ平坂、死の国から来た我々に見せると、切羽詰まったとはいえ少子なこと。クロエ、ギャラクシアン、エクセプロージョン。やった、ヨモツ平坂の幻影が消し飛んだぞ、サガ。うん、行くぞ。どうなっているんだ。もう数十時間もこの巨海球の中を走っている気がするが。確かに、だがそれでいてまだ数分しか経っていないような気もするのだ。どちらにしろいつまで経っても出口がないとは、これはまた何者かの幻影に落ちた。それも掃除球の迷路とは全く異質の。そうだ、まるで神の気まぐれに翻弄でもされているようなこのコスモ。分かったぞ、
その男の正体が。ここまでの真似ができる男はサンクチュアリでもただ一人、ただ一人、あの男以外いない。それは最も神に近い男、バルゴの釈迦。バルゴの釈迦。あの男が処女宮からこの幻影を作り出して俺たちを翻弄していたというのか。おそらく。神よ、シュラ、サガよ、ハーデスの巣窟に成り下がったとはいえ、かつては共に正義を守ろうとしたアテナのセイント、それゆえにできればとどめるだけにしたかったが、結局は賊として撃つ以外ないようだな。オーム天魔降伏。なんだ、今巨海球に落ちた攻撃的なコスモ。一瞬にしてサガたちのコスモが消えた。まさかサガたちはあの世へ逆戻りしたのかもしれんの。釈迦の引導によって。そんなバカな。しかしこのままでは全てが水の泡に。どこへ行くシオン。わしがいる限りお前はこの場を動くことはできん。ならばどうこ、先にお前を殺すしかあるまい。かつての友、それゆえ後にしようと思っていたが、遅かれ早かれ撃たねばならんのだからな。行くぞどうこ。フルカシオン。お待ちください、老師。その者の相手は私にお任せ。お前は死竜。老師、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜で。春霊に二度とご同胞を動くことのないように言い置いたはず。不自由な目をしてなぜ動いたのじゃ。なぜとは。老師、それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危機の時になぜ私たちブロンズをのけものになさるのですか。全てはアテナのご意志だ。どうし聞け、シリュウ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。わかりません。今さら安らかに生きろなどと。しかも老師さえ戦いに立たれたこのような時に、なぜ。死んでほしくないのじゃ、お前たちに。老師、わかりません。この試練、未だ未熟者ゆえ。どうこよ、ちょうどよい道連れができたようだな。して仲良く葬ってくれるぞ。何を。下がっていろ、シェリュ。これはシオンとわしの戦いじゃ。何人たりとも手を出すことはならん。行くぞシオン。来い、どうこ。おわ。はあ。なんという凄まじいコスモのぶつかり合いなんだ。しかもこれはお互いのパワーが中間でぶつかり合い、くすぶっているのを感じる。老
士とシオンの力は全くの互角だというのか。どうこよ、勝負は決まったな。なん、私もお前と戦えばワンサウザンドウォーズに陥ることは必至と考えていた。しかしどうこよ、243年という時の流れが二人の優劣を分けたようだ。なんじゃと。どうこ、お前は108の魔性を封じ込めたアテナの封印を見守り続けて老いぼれた。もはや昔の力はない。いかん、老子が完全に押されている。これではやられる。どうこ、老いぼれのお前にはもはや勝ち目などないのだ。うわ、老子、しっかりしてください。老子、雑魚はどいてろ。心配せずとも、お前もすぐに葬ってやるわ。この銅子の首を落としてから。待て、むざむざと老子の首を取らせはしないぞ。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって一体何をする気だ。もちろん戦うのだ、正義のために。まずお前から始末してやるか。老子と互角の相手、勝てるのか。たかが雑魚といえど、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。レディーフォー。ほっほっ。ロザンの大爆風は全てを吹き飛ばす。